おはようございます、菅健太。本日も菅チャンネルやっていきましょう。いや、やっぱり定まらないこの挨拶。おはようございます、菅健太を決めたのはいいけど、その後なんていうかっていう、そろそろ決めたいと思います。ということで本日の企画は、菅健太春に着る予定だった服選手権ということで、今回はですね、なかなか外に出れない状況が続いているということで、もうね、どんどん季節も変わってきて、もう最近だと暑いぐらいの日もね出てきました。そんな中で3月4月ぐらいに買ったけど着てないなっていう服とか、あとはあ、これ着ようかなって思ってたのが何個かあったんですよ。でなかなかね、おしゃれもしなくなくなってきちゃってますよ。よくないことですけれども、もうこの間やりましたパジャマ選手権のね、あのパジャマとかばっかり着てるから一日中それも良くないなということで、ぜひ皆さんに見ていただこうかなと思いまして、今日はそういう企画をやっていきたいと思います。それでは早速着替えていく。エントリーナンバー1番ニットベストということで、エントリーナンバー1番このような格好になりました。もうですね、ここ2、3年もう僕はベストブームが巻き起こっておりまして、でちょっとあったかくなってくるととにかくベストを着る。種類もたくさんあるんですけど、中でもニットベストがお気に入りで、これ去年買ったんですけど、かなりいいシルエットでオーバーサイズなんですけど、ここが幅感がすごい好きで、結構大きいんですよね、厚みというか。シルエットも普段オーバーサイズのものを着ることが多いので、こんぐらいダボっとして、でもこう綺麗にというか、やっぱりなんかこう品がなくなっちゃうのがすごい嫌なので、オーバーサイズもちゃんとこう綺麗に着れるようなものが好きなので、もうバッチグーでございました。このニットの質のいい感じの高級感と、それに似合ったぐらいの大きさのこの幅感、これがもうベストでございました。ベストだけに、はい、これはグリーンレーベルの中の、まあ、ちょっと高級なラインというかがあるんですけども、それを購入しました。あとこの中の白のねロンティーがすごい難しくて、丈感が、これもまあ好きなんですけど、もうちょいダボっとしたやつも欲しいなっていう風に思ってるので、あのお外で歩けるようになったら探したいなとも思ってます。そしてこのパンツがめちゃくちゃ好きで、これね、わかるかな、これはあのセレクトショップで買ったんで、どこのっていうのがちょっと定かじゃないんだけど、厚手の感じの生地がすごく好きで、でグレーなんですけども、グレーの質感もちょっとね、映像だと分かりづらいんだけど、実際で見るとあの普通のなんだろう、グレーのスウェットとかよりも結構こう繊維が細かくて、あのしっかりごつく見える風に作られてます。で幅もすごく大きいので、全体的にこうワイドな、ストーンと落ちる感じで、でさらに中に白を入れてあげることでキュッと締めていく感じですね。こんな服装でいかがでしょうか。それでは続いていきましょう。エントリーナンバー2番おしゃれ山男。これはもう完璧にこのフォルムというか独特のセットアップに惚れました。これ見たことある方いらっしゃるんじゃないでしょうか。というのもですね、これ菅健太2020年公式カレンダーの衣装なんです。でもう一目惚れしちゃいまして、本当に買い取らせていただきました。なのでスタイリストさんから買ったものです。詳しいなんかそんなにお店のとかっていうのがわからないんだけど、もうこれ完全に俺のものって思いました。あのこの丈感、今ねちょっと靴履いてないから、あのかなりバーンって感じだと思うんですけど、ちょっと高めのですね、革靴とか履くとさらにこうちょっとシルエットが良くなって、いい感じになります。まあ、下は結構かなりワイドなんですけど、上意外と着てるとシュッとして見えて、そのバランスとかね、もう絶妙なんですよこの感じが。で帽子はもともとこれプレゼントでいただいたものなんですけれども、めちゃくちゃ気に入ってます。これ持ち運びも簡単にできて、実はこれくるくるって巻いてこうやると持ち運べるんですよ。そういうところも良くてですね、もうこの山男感、あと俺これが好き、このタートルネックっていうんですか、この
襟がないやつ。これまた開けると全然ちょっとあの印象が変わるんですけど、僕はもう完全に全締めで着ていますね。この上になんかベージュの薄めのやつのウィンドブレーカーっぽい素材のとかのジャケットを着るとまたちょっと可愛かったりとかして質感の違いが出るので、僕結構普段同系色の色で薄いかったり濃かったりっていうのでコーディネートすることが多いので、もうこれなんてもうまさしく濃い薄いのということでバランスをつけるのが好きなの。それじゃあ次行ってみましょう。山に帰るぜ。エントリーナンバー3番、ストリート菅谷健太。ちょっとストリートを意識した感じのファッションでございます。ファインという、ブランド、前なんかインスタかなんかでご紹介したんですけども、これもうとにかく生地がめちゃくちゃいいです。で今回はワイドワイドで、ワイドシルエットのものにパンツも結構太めでワイドなものを選んでるんですけど、ポイントとしてはこのパンツの裾の部分が紐で狭められるようになってて、それがかなりいいです。でもうずっと探しててそういうパンツを、もう一目惚れ。なんか原宿あたりのとこ通ってたら見つけて速攻買いました。やっぱ2つの着こなしができるっていうのもありますし、こういう風にストリートな着こなしの中でも絞ってあげると靴だったり靴下も見えやすくなりますし、そういうところでもまた一つポイントというかおしゃれポイントを作れたりとか、色味の面白さを出せたりもするし、こういう風にさっき言いましたけどワイドワイドでもやっぱしぼまってると最後はバランスとしては安定するというか、やっぱ顔があってこうで最後シュッてなってるみたいな、そういうところも気にしてあげるとだいぶ見え方が変わってくるんじゃないかなと思います。だからちょっとまあストリートなんですけど、僕の中でいろいろ考えたちょっとストリートな着こなしかなと思っております。いくぜ。エントリーナンバー4番、セットアップマン菅。これは多分3月ぐらいから着たかった服なんですけれども、まあセットアップですね。もう僕はもう無類のセットアッパー、セットアッパー、セットアップ好きなので、服買う時とかもまああの何度も言ってますけど、グリーンレーベルというブランドさんでよく買わせていただくんですけども、そこセットアップがめちゃくちゃ可愛いんですよ。なのでよく行くともう最初にセットアップコーナーチェックして、これもそれの中の一つなんですけれども、いやもう色味がねなんか品があってすごいいいなと思って買いました。で中もまあこのスタンドカラーっていうんですか、こう襟が丸襟というかのもののシャツは僕好きで、ちょっとこうなんだろう、優しい印象になると思うんですよね。あのスーツとか襟のシャツまたかっこいいんだけど、街とか歩くようにするにはちょっとかしこまりすぎかなと思って、そういうところでシャツ変えてあげるだけでもかなりカジュアルに、かつ清掃感みたいなものを残しながらカジュアルダウンできるので、そういうところはすごく気に入っています。色味もねこれ紫なんだけど薄めの紫なので、そこもすごく気に入ってるポイントです。あとのベルトね、ベルトのこれかわいいポールセムスのベルトプレゼントしていただきました、はい、これもお気に入りのベルトです。だから逆にでも普段はまたもう一つ違うベルトも使ってるんですけども、ポールスミスとかになるとなんかやっぱちょっとこうカチッとした時に気分転換というか気持ちを入れ替えるために使う用のベルトかなと思います。これはなんかちょっとこうおしゃれよおしゃれよっていうか、まあなんか夜ご飯食べに行く時とかですね、あとはスタッフさんとかとなんか食事会とかそういう時にはこういう感じの服装かな。でも結構普段も僕割とセットアップとかよく着るので、普段使いもしているのでこういう風に普段も歩いたりはしてます、街を。この色味がやっぱ可愛い、仕事できそう。というわけで菅健太の春にしたかった服選手権いかがでしたでしょうか。いや、やっぱねこうちょっとこう気分転換になりますね。家の中で誰に見せるでもないんだけど、ちょっと着たかった服とかっていうのを着てみるっていうのはなかなかいいんじゃないかなと思います。鏡とかでねみんなもこう見ながら、あこんな服次外出た時はこんな服着てみようかなとか、そういうのをやるだけでも多分いい気分転換になるんじゃないかなと思いますよね。あと僕結構雑誌を読むことが多いです。服のこれのコーディネート、家にあるこの服とこの服でできるんじゃないかなとか、そういうのを見ながら勉強じゃないですけど、自分の好きなものをやっぱ写真で見ると分かりやすいんですよね。なんかあ
俺こういうの好きなんだとか、こういうのばっかり惹かれてるなとかっていう傾向がわかるので、そういうのもぜひぜひこう時間がある今やってみてください。ということで本日のスガチャンネルはここまで。面白かったなと思いましたら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。これめっちゃ広いから全身使っていく伝説を作ろうです。